行くわよ。歴史に名を残すべく、精鋭たちがマイルの舞台に顔を揃えました。グランドマスターズマイルのスタートです。一番人気はもちろんこの子、ゴドルフィンバルブ。この評価は少し不満でしょうか。二番人気はこの子、ファイアリーターク。マルゼンスキー、現在三番人気。注目株の馬娘だ。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴドルフィンバルブ、マルゼンスキー快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはマルゼンスキー。このままリードを保てるかどうか。2番手の位置で先頭を伺うのはミホノブルボン。外から行くアイネス夫人、さらに桜爆心王を少し離れてライタクテリオス、1馬身差ゴドルフィンバルブ、さらには雪の美人、外から岩林で少し後ろから藤木関、内にはビターグラッセ、そしてその後方にはハッピーミーク、その後からシーキングザパール、後ろアイアリーターク、それを見るようにダーレーアラビアン、バンブーメモリー、追走、そしてその外テイエムオペラ王、後方2番手にゴールドシチ、成田大臣、最後方からという体勢であります。マルゼンスキーまだ先頭をキープしています。続きましたハイネス夫人、そしてライタクテリオス、ゴドルフィンバルブ、この位置につけています。一馬身離れて桜爆心王、第4コーナーを進んで直線へ向かう。まだ一馬身以上の差があると、ここから捉えることができるのか。まだ差がある、ここから先頭を捉える子は出てくるのか。勝負は最後の直線に持ち越された。栄光まで400、最終コーナーをカーブして最初に直線に入ったのはマルゼンスキー。マルゼンスキー早い早い、独走になった独走になった、威嚇を通過、早い早い、マルゼンスキー走りは衰えない、先頭は依然マルゼンスキー、ファイアリーカーブ追いすがる、後ろを突き放してマルゼンスキー、今勝利です。これは恐ろしい馬娘だ。名勝負がここに決着。勝ったのはマルゼンスキー。今全ての馬娘の頂点に君臨だ。2着ファイアリーターク、3着はハッピーミーク、